坂木原勝正漢文7年5月23日は、江戸時代前期の武士、坂木原交渉の書士、平十郎、郷和、公安、立林藩主、坂木原交渉の書士として生まれたが、他に男子がなかったため、着難となるべく、交渉の性質の古屋に養われていた。その後の手続きを踏まえる前に、交渉は、 大阪の人炉直後の慶長20年5月27日、26歳で死去した。当時、徳川幕府は、勝政の存在を認識していなかったため、念のためにと相続者の存在を問い合わたが、坂木原家老の中根吉右衛門、原田権左衛門、村上八右門の3名が、生まれたばかりの洋君では武功を立てが叩く立身が、望めないからと考え、交渉に、死死なし。 と回答した。このため、榊原家の家督は、徳川家康の直々の指示もあり、勝政のいとこにあたる大須賀中治が継承することになり、勝政の存在は宙に浮いた形となった。その後、養母の古屋が、武蔵国岩月藩の生死、安倍正澄に再婚することになり、その際に養っていた勝政の存在を幕府に報告した。こうして、勝政の存在は、 幕府の知れるところとなり、三人の家老は、流罪となった。勝政は、養母の実家の熊本藩主、加藤忠宏のもとに預けられることになった。しかし、官営9年に忠宏は会役となり、勝政はよりどころを失った。加藤家の会役原因とは、無関係であった勝政は、会役関連に連座することなく、交渉の子として幕府に召し出され、とりあえずの諸愚として、 捨て淵千病を与えられた。いわゆる徳川四天皇の一人である、坂木原康政の孫にふさわしい、正式な処遇や、家造の予定もあったとされる。しかし勝政は頓聖して、高野山に登り、剃発した。後に、境や大阪に住んだ。晩年、勝政のいとこである、岡山藩主、池田三政の招きに応じ、岡山に移住した。 漢文7年5月23日岡山で死去、去年55、墓所は岡山市の大高市寺。この勝ただし、正隆は池田家や榊木原本家の運動により、父の死去の同年、幕府旗本となった。後この系統は二度にわたり、本家に養子を出し、本家断絶の危機を救っている。ありがとうございます。